ちょっとこれ食べながらやります。今日はあるお仕事が終わりまして、今やってます。今日お昼ご飯食べてないんですよ。だからこのこれがお昼ご飯もう夜ご飯の時間やからな。何を何をどう書こうか。うーちゃんの皆さん、まあ私の友達の岡村真奈ちゃんっていう子がショールームでオリックスのイベントをねしてるんですよ。オリックスのなんていうの、あれなんか夏の陣っていうのがあるんですけど、それを盛り上げるライバーモデルみたいなねやつのトップを決めるイベントをしてて、でなので星とか夜に多分夕方から6時ぐらいから多分配信すると思うんですけど、岡村真奈っていうこのツイッター見たら見れると思うんで、時間とかぜひ応援してあげてください。ショールームで、そう、ぜひ星投げ行ってあげてください。マナティ、そう、同じ野球好きとして頑張ってほしいなってめっちゃ思ってるので頑張ってほしい。では書いていきたいと思います。うーちゃん、私の一発書きを舐めないでください。恐ろしいですよ。ビーバーって耳丸？こんなイメージ？ビーバーって丸かな？丸か。私のね愛を込めて書きたいと思います。ちょっと下手くそなんですけど、まあまあまあご了承くださいって感じでね。ノールックですよ。ノールックちゃんなんでね、これ今ちょっとここだけは評価してほしい。重いかどうかは置いといて、私が今まで見てきたうーちゃんを想像して書いてますから、そこだけは評価してくださいショールームの皆さん。やっぱ今
人にこうかぶせんの、動物の耳とかねかぶせんの流行ってるっていうか可愛くなるじゃないですか。だからはい、迷わないです。私は迷わない。はい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 、おお、なかなかいいと思うけどな。なかなか良くない？なかなかいい気がする。え、なかなかいい。おはようございます。途中経過良くない？良いよ、良いでしょう。ご飯のせんべいなんで、そう、お昼はこれだけです。私はもううーちゃんはこれにしか見えないんです。私本当にこれにしか見えなくて本当に申し訳ないんですけどマジでうーちゃんってこう見えてますっていう絵になります。歯ない歯ないんですけど、さあこれをかけたところで体どうしよう、体の問題考えてなかった。どうする、どうする、どうする、やばいわ。まあまあまあノールックにしてはいいと思うけどな。見本ノールックめっちゃいい気がする。マジでいいと思いますけど。まず顔できましたよ皆さん。ただ歯がない歯ないですよくない？可愛くない？可愛い気がする。可愛い。確かにスイカ食べてるみたいハワーくん意識です。ハワーくんどんなんか分からんけど、そう可愛いよね。体がね、体がちょっとどうしようかな。うん。体どうしよう。でもあの写真集の赤のドレスのイメージとかあるんですけど今。でもやっぱ緑かな。緑ドレス着せたいけど、私体描くの本当に苦手なんですよね。あ、え、どうしようかどうしよう。一日店長の時甲子園来ました。あ、ありがとうございます。来てくださって、そう甲子園に来てくださった方の中でなんかあの
なんて言うんですか、こう NMB48 いつも見てますじゃなくて、ちひ TV 見てますとか、結構ねこう新しくお会いする方がすごく多くて、とても嬉しかったです。そう、めちゃめちゃ嬉しかったの、めちゃめちゃ嬉しかったよっていう記憶があります。うーちゃんのくびれえ、めっちゃいいんじゃないこれ、知らんけどめっちゃいいけどな。めっちゃいいわ。底辺やけど底辺やけどめっちゃいい、めっちゃいいと思いますよこれ。なんかぽくかけてる、いい感じいい感じ、グッズになるほどいいかも。うーちゃんのさライブのタイトルって何でしたっけ。ウーカに浮かれっぱなし、ウーカに浮かれっぱなしでしたっけ。ウーカに浮かれっぱなしね。あ、え、めっちゃ可愛いって自画自賛、めっちゃ可愛いやん、ほんまに。あー落とした。ウーカに浮かれっぱなし、オッケー。ウーカに真剣になっちゃう。浮かれて、ウーカに浮かれっぱなし、あ、いいかもマジでこれは、本当にいいかもしれない。できた。あ、でもな、ひまわりとか描きたいよな。まあでも一旦できたやつ見せます。せーの、ダダーン、かわいくない？うわー、ここにね、ウーカに浮かれっぱなしって書いてます。かわいい、なんかわいくない？え、めっちゃいいじゃないですか。かわいい、坂田の声でしたかわいい、
自画自賛させてください。想像の1億倍かわいい。これは写真集の赤のドレスのをモチーフにしてます。めっちゃかわいい。これにさひまわりとか描きたいよね。でも変なの足したらちょっとあれ、太陽みたいにしとこうか。ひまわりをさ太陽みたいにしてさ、ひまわりを太陽みたいにします。うーちゃんの耳に書いてんのは TU です。とりあえずうーか、うーちゃんといえばでしょやっぱりさ。とりあえずうーかっていうのが異名としてうーちゃんはあるので、それをねちょっとひまわりを太陽みたいに見せます。高技術。めっちゃええわ、めっちゃええ、めっちゃええ。おはようございます。めっちゃええっす。本当に私絵心あるかも。え、絵心あるわ私。はい、2色の黄色を使って、ひまわりの花をそうなんかイメージ して色塗ってるんですけど、若干遠目からじゃ分かりにくいかもね。でもめっちゃいい感じに描けましたよ。じゃじゃーん、わかる？ぽくない？地味？ちょっとでもこのひまわりをいろんなとこに散りばめたらかわいいかねえ。小学生の女の子みたいでしょ。そう、私無邪気なうーちゃんが大好きなので、無邪気にこうみんなのことを照らしてくれてる感じ。そんなうーちゃんが大好きです。つけ足しひまわり、あ、なんか可愛いかも。明るくて明るくなってきた。なんか背景が寂しいけどな。でもな、絵にかぶらせたくないからな。めっちゃ良き、嬉しい。スクショタイム欲しい。もちろんですよ。うーちゃんへの愛を込めましたので、これはちょっとみんなにね
見ていただきたい。もっとバーってひまわりをさ、かける能力があったらいいのにな。かわいい。こっちにもいるか、ひまわり。なんか寂しいよね。あった方がいいよね。なんか同じ角度でもいいからね。そう、コピー&ペーストみたいなできたらね、めっちゃいいけどね。絵にもやっぱでも手間暇かけて描く絵がやっぱいいんでしょうね。真剣になっちゃう。喋られへん。ゴッホのひまわりより？めっちゃいい。できたー。おだーん。ウーカに浮かれっぱなし。ダダダダーン。めっちゃ良くない？はい、これをナングラのナングラとして提出させていただきたいと思います。うーちゃんが喜んでくれますように。ね、はい、これでいいですか、スクショタイム。いいでしょう。かけたかけた。うーちゃん。いいですよね。うまくないですか。いや緑よ。ね。あれにあれやん。ハワーくん。ハワーくん。そう、ハワーくん意識で。かわいい、かわいい。周りととりあえずうか。愛がこもってます。ダンサブルでの緑のカラーももちろんありますし。こうやって名前書かなあかんのかな、どうなんやろう。はい、ということで私の絵を皆さんにお披露、お披露目するショールームでした。なんじゃそりゃ。はい、でも皆さんが見てくれたおかげで筆がね止まることなくいい感じの絵が描けたので、またこれ SNS に載せます。はい、ありがとうございました。では、ランキング読みます。13位セイキさん、12位ファディルさん、11位ユウヘイさん、10位オリア女子ジョーさん、9位カンジさん、8位ツヨポンさん、7位シンヤさん、6位カニさん、5位カンツキさん、4位マイサさん、3位ダイチさん、2位スキカニさん、1位チヒブロさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あのマナちゃん、岡村マナちゃんが、昨日からねオリックスのライバー応援モデルオーディション出てるので、次の配信は夕方かな
でも夕方、もうちょっとで多分18時ぐらいかな始まるはずなんですけど、その1日3回って配信が決まってて、で昨日私もルームに遊びに行ったりとかしてるので、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。ありがとうございます。なんだかタワーが来ている気がする。誰から、誰からタワー誰からやろ。ありがとうございます。ありがとう、なんで嬉しい、うまかったよってありがとうございます。1位の方、ちひぶろさんからかな。ありがとうございます、頂戴いたしますタワーを。ありがとう。どこに書いてるんやろ、これ書いてないんだけど、1位の方から、ちひぶろさんからありがとうございます、嬉しいです。これね、載せるんでまた見てください。また配信するのでその時はよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、バイバーイ。